原子力飛行機は原子力をエネルギー源とした飛行機である。過去実際に検討されたものは全て核分裂を利用するもので実用化された船舶はともかく鉄道その他様々な交通機関に原子力の応用が研究されていた1950年代に着手された。いくつか試作され一説には実際に原子力で飛行したとされているものもあるが、 問題があまりに多く実用化されずに収束した。主として軍事目的の利用が考えられ、冷戦下で効果的かつ強力な核兵器運搬手段として、主にアメリカが主衆国とソビエト連邦で一時真剣に開発が検討された。原子力潜水艦と同様に、超長時間対空を可能にするものと期待された。反面、本来軽量を求められる。 航空機と放射線射兵隊の重さは相入れず、乗員の被爆、大気汚染、1万1の墜落時の核汚染物質拡散など、課題は山積していた。空軍の WS-125 研究開発計画は、原子力動力の戦略爆撃機を最終目標とした構想で、超大型のレシプロ爆撃機 B-36 を用いた。 射蔽性能検証用の実験機 NB-36H が実際に試作され、模擬原子炉を搭載して、通常動力による飛行試験も行われたが、データ収集のみに終わった。また、X プレームの一つの X-6 も B-36 の改造を検討した。機内に P-1 小型原子炉を搭載し、 取り出した熱で J47 改造の X39 原子力ターボジェットエンジンに4機を駆動し、推進するものである。熱交換には、金属ナトリウムによる間接冷却法が当初検討されたが、技術上、重量上の問題から、大気による直接冷却法が事前策として浮上した。これは吸入した大気を炉心に導入し、 熱膨張させ分流として推進する計画だったが、放射能汚染が発生するなど、あまりに危険なため起乗案のみで放棄された。1958年には、巡航ミサイルの動力を当初の目的として、ラムジェットエンジンの熱源に、原子力を用いるプルート計画が始動し、検証エンジントリー IIC も試作されたが、1964年に放棄された。 試験飛行時には放射線測定の機材を搭載した大型機と墜落時に現場を封鎖する兵士を乗せた輸送機を随伴させていた。このほか1959年には放射性物質が飛散した事故現場での作業を目的としてゼネラルエレクトリックに対し有人モビルマニピュレーターの開発を依頼、ビートルが試作された。 ミヤシシチョフ M-50 戦略爆撃機ソ連も原子力飛行機を開発しており、改造したツマイナス95ターボプロップ戦略爆撃機に小型原子炉を搭載したツマイナス119で試験していた。ツマイナス119は、原型のツマイナス95の搭載エンジンであるクズネツオフ NK-12 とは別にクズネツオフ NK-14 原子力エンジンを搭載していた。 実際に飛行中に原子炉を稼働させ、1965年に初飛行したと言われている。一部情報によれば48時間連続して原子炉を稼働させることに成功したとされ、乗員は被爆せず生還できたというが、実際にはその大半が数年のうちに亡くなったようである。詳細は当該項目を参照。西側では一時、宮城市市長府設計局の施策。 超音速戦略爆撃機 M-50 をソ連の原子力飛行機とするご報がルフした。ソ連側も実際には音速機だった M-50 を1961年7月の辻の航空省で公開し、西側関係者に対して懸伝した。そのため M-50 にバウンダーというナト o コードネームが与えられ、ソ連の脅威が取り沙汰された。M-50 を 原子力機と誤認した経緯は不明で、大型のエンジン配置が異例だったためとも、ソ連の科学雑誌に掲載された原子力飛行機の創造図と似ていたためとも、言われているが、定かではない。アメリカ同様に、ソ連でも原子力飛行機は実用化されなかった。原子核融合は未だに実用化されず、現実に構想された原子力飛行機は、 各分裂エネルギーを用いるもののみであったが、空想の世界では核融合を利用した機種もある。1965年にイギリスで制作された人形劇サンダーバードの作中には様々な原子力飛行機が登場している。主人公たちが活動に使うサンダーバード1号から5号までいずれも原子力推進であるが、サンダーバード2号は 大気圏内を飛行する大型輸送機であった。また原子力推進による民間旅客機ファイヤーフラッシュ号も複数のエピソードに登場している。映画2001年宇宙の旅に登場するスペースシャトルオリオン号はプラモデルの解説では原子力推進であった。マクロスシリーズに登場する可変戦闘機は最初期の VF-0 と s v 十一を除けば すべてが原子力を動力源としている。これは反応炉の熱エネルギーでプロペラントを加熱、膨張させ高温プラズマ流として噴射し水力を得るもので原子力推進の項の核熱ロケットに近い。核融合の熱エネルギーで外気を加速噴射することで強大な水力を発生し、大気圏内ではほぼ無制限の航続距離を得るとともに、 外気の代わりに水素などのプロペラントを加速することで、宇宙空間でも活動が可能となっている。戦闘要請、雪風には、バンシー級原子力空宇宙空母が登場する。全長687メートル、全幅1400メートル、地上は9650トン、搭載機40機に達する巨大航空機であり、16機の原子力推進ターボファンエンジンによって、 半永久に飛行する、高級的空中プラットフォームとして利用された。ガンダムシリーズには、ガウ攻撃空母やガルダ級のようにミノフスキー型、熱核融合炉によりプラズマ加熱型熱、ジェットエンジンや熱ジェット、スクラムジェットエンジンで飛行する巨大な航空機が、登場している。航続距離にはほとんど制限はなく、清掃圏プラットフォームとしての利用も想定されている。 ありがとうございます。